まあ、もうなんや、ようわからんけど、なんやここ。え、ラジオ？ラジオってなんやねんな、ほんま。などこかわからんけんど、もうあんさんがもう、何喋っとるラジオいうやつに呼ばれましてやわ。ほんま、人づか荒いよってにも、またおかしなこと、企んでるっちゃいますやろかいな、ほんま。しゃあないわ。ほんな、行きまひょっか。あんです。いつもとは違う始まり方でしたが、びっくりしましたか？ついに、この日が、やってまいりました。カズエバーサスメイコの、場外乱闘、本日はなんとドラマごちそうさんで、いけずな小獣と演じて大人気の木村みどり子さんご出演くださいます。ついに実現したっていうことで今日はちょっとドキドキしてるんですけれども、小獣との和江さん最初のインパクトたるや凄まじいものでしたけれども、やっぱりこうどんどん素顔が明らかになっていくにつれ、和江さん幸せになってほしいわっていう感じで、その後もちょくちょくメイコたちの前にお顔を見せてくださる機会もありましたが、まだまだごちそうさん、そして和江さん出てきますよということで、今週は今までを振り返りつつ、いろいろなプライベートのお話も、伺ってみたいと思います。和江さん、そして緑子さん、2人はですね、本当に全く違う印象で、まあ、もしかしたらラジオを聴きの方もそのギャップにびっくりされるかと思うんですけれども、でもそのギャップが本当に素敵で、今日もお話が合うのが楽しみです。ということで、まあ、場外乱闘と言いつつ仲良く明るく場外乱闘していきたいと思います。よろしくお願いします。アンのエニタイムアンダンテ、まずはこの曲から、パッドベネターで。アンさん、これ何ですの？これ 何してはるんですか、こんなところで。アンさん、これには訳があってですね。訳って何やの、何の訳やの、言い訳って何なん。お姉さん、今日来ていただいて大変嬉しいんです。こんな芝居めいた挨拶にも付き合っていただいてなんかお芝居も待って、弱しませんがな、何ですの、はい、アンさん、まあ、お姉さんというか緑子さんというか、もう今日本当にありがとうございますいやいやいや、まあね、はい、落ち着いていきましょうか、皆さんびっくりしておりますからアンのエニータイムアンダンテ、本日のゲストはドラマごちそうさんで、私演じるメイコの嫁ぎ先西門家の長女、和江さんを演じていらっしゃる木村みどり子さんです。改めてよろしくお願いします。こんにちは、脅かしてすみません、皆さんよろしくお願いいたしますみんな待ってましたっていうような、本当に前々からいらしてくださらないかなみたいなことをラジオで言ってたので、うん、嬉しいですね、本当、はい、消してはる人も大丈夫ですね、はい、よろしくお願いします。今日は穏やかに行かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。なんか普段撮影の現場でお会いしてるから、なんかちょっとこう私服で、ね、役の紛争じゃなくて、うん、東京でしかも会うっていうのがちょっと不思議な感じが、ね、うん、不思議、こんなところにこのなんか癒し系の素敵なラジオにこんないけずなお姉さんがやってこれるとは思いませんでしたけど、ね、でも和江さん、昨年の放送の途中で嫁いで行かれて、それから先日久しぶりにカムバックしてというような感じで、みんなの心の中に強烈に焼き付いた和江というキャラクターなんですけれども、怖かったね最初の方ね、やっぱり、はい、周りの方からの反響とかっていかがでしたか。私のことを知ってもらってる友達とか、はい、劇団時代の人たちとかね、はみんな喜んでました。楽しかった、楽しいとかって言って。最初はなんか放送始まってしばらくはちょっと強烈だったでしょ、いじめが。うん、そうです。あの間はね、なんかシーンとしてましたね。なんかもっと始まってすぐに、何やってんねんとか電話があったりとかメールが来るかなと思ったけど、何の音沙汰もなくて、みんなあれと思って、始まってるのになと思ってちょっとドキッとしたんだけど、しばらくしてから途中ぐらいから、あ、面白いんちゃうって言って、楽しいなとかっていう風に連絡を受けて、あ、ちょっと安心したかなっていう。最初みんなちょっと怖かったのかなどうしたもんかなって、どういうコメントをしたらいいのかなって分かりにくかったんじゃないかなと、どういう展開になっていくのかなとか、ね、もう次の週初登場されてから、もう次の次の週ぐらいにはもうほっかむりして変装してとか、なんかいけずに、ただのいけずじゃなくて、こうお金も体力もいろいろ何でもやってるっていうのが、ね、逆に面白いって
あの最初の方がそれより先だったかあったとか忘れちゃったけど、第8車でこう、あ、そうです ね、なんかメイコの荷物を全部あのどっかに持っていくっていう、はい、あのシーンが出てきた時に、あのあるプロデューサーがね、あの私の知り合いのプロデューサーが、あ、正しい木村の使い方ですっていうのがやっと分かってホッとしたって言ってました。それまでちょっと怖い人でずっと出てきて、メイコちゃんがいじめられてかわいそうやなって思って、痛い、胸が痛いまま見とかなきゃいけないのかなと思ったけど、あ、こういう展開なのかなってホッとしたっていう。ああやってあの全力で汗をかきながら息をするっていうのが面白いですよ。なんか可愛らしいというか、そう、あ、まあバカなんだなって、あのゆうたろうと、メイコちゃんのセリフで笑うところがあって、アホやなって、なあのシーンがあって、ちょっと、あ、笑っていいんだなって、みんな見てる人が安心できたんじゃないか。うまいこと仕掛けられてるんですよ、本がね。これがまた、そうですよね、本当に悪い人はいないっていう感じですよね。まあ、ちょっと詐欺をね、あのしたか仕掛けた人なんかはちょっと本当の悪人なみたいな感じもしますけれども、え、あのあれ、安西先生、あの人かわいそうね。うん、もう一回出てくればいいのに、ね、あの人が一番かわいそう。もう必要がないぐらい悪く書かれてそう。でもこの間ね、この間というか去年、あの安西先生からメールもらって、直後にだま、はい、しがあって、はい、あの振られてなんかボロボロになるでしょ最後、はい、その後メールが来たの安西先生、はい、本当に和江さんごめんなって言って、よかった、幸せになってくれよって、自分見ながらもう自分が悪者になってしまったことがなんか辛くてしょうがなくなったみたいで、何ハマって見てはるんですかって言ってメール返したんですけど、演じてるのに、分かってるのに見てしまうっていう、いやいや、びっくりしたでしょ。でもあの最初にほら幸せなあのお家のシーンがずっとあって、美味しいもの食べて幸せに暮らしてきたメイコさんが、はい、関西嫁いでいきなりこう分かっててもこう人に罵倒されるっていうのはあんちゃん自体はないでしょ。だっていや、あそこまではさすがにないですし、やっぱりあの時代に大阪に嫁ぐってことはもう味方もいないですし、うん、心細かったんだなって、うんうん、ねえ、うん、びっくりしなかった、こんな親ほど年離れたおばさんに芝居といえどさなって言われるのって、私だって本気でやってたからね、もう、うん、そうです、もう目向いて汗だらけだったんでしょでも結構なんか最初の地雷の踏み方がメイクも的確にやって、なんかこう、うん、あ、なんか桜餅手づかみで食べてるよみたいな3つか4つ食べましたけど、食べましたねやっぱりあの最初にやらかしたなって自覚が、あの、うん、もうメイコじゃなくてアンの中ではあったから、はいはいはい、これはちょっと、ね、まあ、しょうがない部分もあるよななんて思いながら、あ、なるほどなるほど、まあ、和江さんに関する話また後ほどあのいろいろお伺いしたいと思うんですけれども、はい、実はこれ初共演ではないんですよね私たち。そうなんですね、驚いたことに最初は、サムライハイスクール、うん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 、で主人公のあの小太郎を演じる三浦春馬くんのお母様の役で、そうそうそう、緑子さんで、さらにその後、猫弁、うん、ま、あの去年もシリーズ化されて第2弾出ましたけれども、ね、うん、あのでもこれだけ一緒にこう同じシーンで言葉を交わすっていうのはごちそうさんが、うん、初めてでした、ね、大体その前の2作はあれでしょ、同じシーンにもいなかったことないですか。いなかったから、あの本読みとか、うん、あと打ち上げとか、そうそう ね、 ね、それなんかはーって遠くから眺めてた、あ、遠くってことないけど綺麗な人だなと思って、なんかこう世界が違うわっていう感じだった。私あんちゃん見て、ね、そうです、素敵な人だなと思って、こうやって遠目でこう壁に隠れて見てるみたいな感じだったなんかどれも本当になんか緑子さん演じるキャラクターが全然違うキャラクターだったので、猫弁の時も髪型もこうおかっぱですごく明るいけれども、なんかちょっと子供を亡くしたっていう過去を持ってるのをこう明るく見せて、うん、あれカツラ持ってったんです。あ、こんな持参なんですか、はい、あれこんなカツラかぶりたいんですとか言って持ってたら用意してくれたのかな、それに近いやつを。へ、うん、結構こういう髪型で行こうかなっていうのはもう割と持って行ったりすることってあるんですか。うん、ある時々あります。あの、あ、この間映画でしようと思ってったらそれ採用されて、まあ、あの採用され地毛の方が絶対いいに決まってると思うから、うんうん、と思うんだけども、私はこんなイメージ持ってましたみたいな感じで持っていくことはあります、うんうん、
あの和江さんのキャラクターについては何かこうこうしようああしようって言ったことって あったんですか。まあ森下さんの台本やっぱりイメージしやすいぐらいはっきりキャラクターがもう細かく伏線から後に至るまで書かれてるから、はい、自分でどうこうしようというよりは脚本に書かれてることになんとか忠実にっていうか、うん、森下さんが伝えたいことをなんとかこうできればいいなと思って頑張ってた感じだったけど、うん、でも本当に脚本のなんか文字の力がすごい、うん、なんか毎回台本読んで泣いちゃうんですよね。泣きますね。あの仕事中というか朝現場に来て新しい台本もらってもちょっと帰るまで読まないで、うん、撮っとこう、もうちょっとメイク崩れちゃうからみたいな、うんうんうん、でみんな続々昼休みとかに見てなんかティッシュ取りにメイクルみたいな感じでだから読んじゃダメだってば今みたいな話をよく本当に私もすごい何度も泣いた。本でなかなかあんまり泣くことも少ないよね。そう、特にあの来週の台本もらった時、私ちょっと1週間ぐらい、あの1週間というか、まあ本当はその台本に製本される前のものをもらうかもらわないかって言われたんですけど、ちょっともういいですって言って、なんか心がまだ準備ができてないから、準備ができてないんで、もうちょっとごめんなさいって言ってもやっぱり読んで号泣みたいな。うわ、私まだそれ読んでないから楽しみにしておきます。アンのエニータイムアンランテ、今日は朝の連続テレビ小説ごちそうさんで義理の姉和江を演じていらっしゃる木村みどり子さんをお迎えしております。よろしくお願いします。毎回あの街角インタビューというものをやっているんですけれども、本日はみどり子さんにいらしていただいているということで、街角インタビューのテーマ怖い木村みどり子さんがしていそうなことを、ま、あのちょっと和江さんの影響もここ最近あるかと思うんですけれど、うん、はい、みんながどんな印象を持っていて、それが、まあ、合ってるか合っていないかということをちょっと一つ一つ聞いていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。それでは聞いてみましょう。埼玉に住んでる美穂です。20代です。たかしです。20代です。ペット飼ってるか分かんないですけど犬の散歩はしてそうですねそうかもそうかも、それはいいかもすごい優しそう。あ、料理この写真だとしなそうに見えるしなそうしなそうに見える。本当するのかな、なのかな、分かんないけど。お酒飲みそう。あ、飲みそう飲みそう、お酒好きそう。つまみが似合う日本酒日本酒日本酒っぽい。ごちそうさん面白いです。みどり子さんじゃなくて和江さんは怖いけど面白いのでこれからも見ます。アンさんのラジオもたまに聞いてます。頑張ってください頑張ってください。あ、面白いみんななんか好き放題ね、本当にありがとうございます。この写真見て料理しなさそうって言ってたらどの写真見たんでしょうね本当それが知りたいわ。しかも和江さん見てるんだったら和江さんはもう料理 のプロ級の腕前なんですけど、ね、で私の顔はしなさそうなんだねどんなまあまあしないけどね。あ、失礼しますよ、しますけどざっとしてるすごくあ、でもお酒はまあお酒は飲みます。ワインとか大好きですよね。まだ私たちお酒飲めてないんですよ ねなんだかね、飲もう飲もうと言いながら一度と言わず、いや本当、うん、ちゃんと飲んでみたい。取り乱しそうでちょっとね、いやもう見られて、今はやめといた方がいいと思うんだよねいやでもごちそうさん終わった後はもう私が取り乱しそうですねむしろなんか取り乱すこととかあるの、あんちゃんこう飲んで酔っ払うとか。いやでもありますよ、あの本当楽しくなっちゃってとか。あ、本当楽しくなるお酒、楽しくなる、それいいね、はい、私も割と犬の散歩はいかがですか。私は犬は飼ってない、猫を飼ってるんです。猫派ですか。いや犬派なんだけど本当は、うん、犬派だったんだけどちょっと散歩毎日行けないから犬かわいそうだし、うん、あの家族のものも芝居やってたりするから、もう二人ともいない時があったりする、旅出たりなんかして、はい、だからもう無理だなと思って猫飼ってて、猫はもうキャットシッターが来てさんが来てくれたら、もう餌とあのお手洗いのことだけやってくれたら猫ってもう入れてられるわけ。へー、だからもう猫ちゃんにしてるの今。でも猫ちゃんも可愛いですよね。可愛い、憧れます。私ちょっとあのたまにくしゃみが出ちゃったりするので、あの犬派なんですけれども。猫は、ね、アレルギー。でも猫弁で結構猫があの現場にいたんですけど、慣れた？だいぶ慣れまし
ったね、大人になってきて。大和くん可愛いもんね。大和くん、はい、ありがとうございます。なんか帰ってしばらくぶりに帰ってきた時にヘーってなってるなんかやつ。あ、そうですね、なんか聞いた。これのラジオで聞いたのかしら。あ、うんうん、ありがとうございます、ラジオも、うんうん。ではちょっと引き続き、街角インタビュー聞いてみたいと思います。港区に住んでいる山下です。13歳です。学校に行く前の10分間だけ見てます。普段の緑子さんはすごい世話焼きみたいな感じだと思います。もうその顔から見てすごいいろんな人に触れ合ってるみたいな感じで、そう思いました。もしもお母さんが和江さんだったら、もう家族が崩壊してるみたいななってたと思いますね。いやいや、的確だね。13歳の少年13歳の少年、10分だけ連ドラ見て、朝ドラ見て、あと5分が大事なのにみたいな。そうよ、5分が少年、5分が大事だよ少年。ちょっともう BS で7時45分からの見て、15分見て学校に。なんかちょっと気持ち悪くないのかね。あと、あ、もうこの続き、もう行かなきゃみたいな。で次の日見たら全然違う展開になったりするからね。そうですよね。おかしいね。いや、面白かったですね。楽しいね。でも正しい崩壊するかも、私が母親だった関西さんが厳しいから、はい、厳しいですよ、厳しいですね。はい、では続いて聞いてみましょう。埼玉県和光市に住んでいる佐藤です。20歳代後半です。あ、すごくなんか気さくで天然な方だった記憶があります。なんか園芸とか料理とか作ってそうな、こう家でできる簡単な趣味をたしなんでそうなイメージがあります。天然だった記憶ってこれはあったことあるの、どっかで会ったことあるのかしら。あるんでしょうか。あ、でもなんかのあれ喋ってるの見てくれたのかもしれないですね。もう本当にバカだからね、すいません、ポケッとしてるから、ね、園芸はいかがですか。園芸、うん、あの土いじりすごい好きなんですね。でうち屋上があるんですけど、そこでこう土いじったりとかして花植えたりしてすぐ枯らすんですけどでもそれを毎回繰り返してるの。枯らしたらまた土持ってきてこう植えてとかやってる。あと陶芸もちょっとやってるから土が好きですね。やらない。陶芸はあのやってました。やってた。ちょっと今師匠不在でなかなかやってないんですけど、何でもやってるもんね、あんちゃん。いや、もう何やってないことないでしょ。いや、でも素早く動くのがちょっと苦手かな。山登りとかえちらおちらとかは好きなんですけど。登ってるもんね。この間も登ってたって、去年登ってたね。球技もゴルフとか動いてないボールをどうにかするとかは好きなんですけど、うん、来たボールをフッて避けるとか。あ、そうなの。なんでだろう。ドッジボールとか苦手ですね。ああいう。あれ、野球やってなかった？野球やってたんですけど、うん、あのフライが苦手な外野みたいな。ちょっとダメじゃんみたいな。ダメじゃないそれ。迷惑じゃない。守ってください、ちゃんと。続いて聞いてみましょう。国立市に住んでいる高橋です。50歳代です。あの NHK で緑子さんの特集をやった番組をちょっとだけ見たんで、ものすごいかっこいい女優さんだなと。舞台女優さんですよね。ものすごいかっこいい女優さんだと思いました。仕事にストイックな方だと思います。いや、お芝居だけ一生懸命やってらっしゃる方かなと思って。そうです、本当にそうです。芝居しかやってきませんでしたからこんなことになってますけど本当にでも舞台の写真もあのテレビで拝見したんですけど、はい、かっこよかった。本当ですか、ありがとうございます。はい、舞台ばっかりやってきましたね、本当に。学生の頃からなんで長いですよ。そうですね、最近、本当最近ですもん、テレビとかこうちょっと出していただくようになったの。だから皆さん、誰って、もうごちそうさんなんか誰このおばさんっていう感じだったと思うね、本当に。そして和江というキャラクターでみたいな。本当。続いてちょっと聞いてみましょう。品川区に住んでいる原です。62歳です。素顔の緑子さんは几帳面な人だと思います。女性的になんか家の中こまごまとしてる感じです。原さん、あの全然違います。そうそう、なんか私も部屋のなんか中とかインテリアとかすごいこだわってそうだなみたいな印象が。すっごい好きなんですよ。あの西門家のお写真も撮られてましたよね。そう、好きなんです。本当にあの雑貨類も好きだし、そういうインテリアの本とかもすごい好きだし、 見回るのも好きだし、あの木のものとか椅子とかもそういうのも好きで、ものすごい好きなんですけど、できないの。お願い来てうちに。私は部屋あんまり綺麗じゃない。本当に
切れそう。物が多くてそれをどうしたらいいかわからないっていう。本当。あの断捨離の本とかを読んで本当で実行できないみたいな。実行できない私も断捨離できない。物がね捨てられない。捨てられないし、なんかこうどうやったらあのセンスよくできるのかがわからないの。まあ一応なんとなくはなるの、うん、だけど、うん、理想にはいかないのよ。なんかこうギリギリ2番3、4番目ぐらい。物が多い感じなんですか。物が多いよりは、テイストバラバラみたいな。いろんなものが好きだけど集めるとあの海外で見るインテリアのものとか、うん、なんか置物とかもそこで見るとすごい素敵に見えるけど、お家に飾るとあれ、そうなの、大きさが違うとか。そうなんで、結構ちょっと欲しいからちょっといい値段出してると捨てられないでしょ。そうですよね。そうするとどんどん溜まってったり横に置いといたりとかすると、この壁の一面いらないんだけどなみたいな空間があるわけありますね最後の一人ちょっと聞いてみましょう、はい。葛飾区に住んでいるななみです。10歳です。私が思う素顔のみどりこさんはお料理が上手そうな人。みどりこさんがおばあちゃんだったら、なんかお料理教えてくれそう。いつも見ているのでこれからも楽しみにしています。ありがとね。メロリコですよ。ありがとう。お料理はあんま上手じゃないよ。頑張るけどね。いやでも幅広い方々をやっぱり見てくださってるんですね。いや私お友達とかも子供が見てるってい う、あとあんちゃんのファンで見てるね、多分ね。それはもちろんそうなんだけど、このなんか嫌なところも見てられたみたいよ。なんか子供最年少でいうとあのスタッフの方 のお子さん何歳だっけ。3歳。3つ。3歳。え、3歳見てる。3歳はどういう風に見てるんだろうね。どうなんでしょうね。でもあのあんちゃんかわいい、頑張れみたいな。なんかオープニングの私の笑顔の映像に、なんか 鼻をこうブシッて押してる写真とかもこの間もらったんですけど生まれかわいいもんね。それあの食べ物も美味しそうだしね。そうですね。着物綺麗だし、あの色とか綺麗だしね。なんかこうお話もそうですけど、絵もね、こうちっちゃい子も見てて面白いんでしょう ね。嬉しいですね。嬉しいですね。まあ、本当にいろんな意見、老若男女から、ありましたけれども、なんかいろんなやっぱり料理のイメージ、やっぱ風さんのイメージ、風さんのイメージが結構あるんでしょうかね。でもなんか一緒に錦糸卵かなんかずいぶん前にやったでしょ。ああそうですね。時にあんちゃんのが確実にうまかったのを見てもちょっとやる気なくしたもん。錦糸卵難しいですね、あれね。本当でもまあね、できなきゃできないふりしなきゃいけないじゃん、あんちゃんのめこちゃんは。はい、ね、大変でしょ、できないふりいやでもあそこもすごい楽しかったです、やってて。錦糸卵の楽しかった。でも結局あれ私もやったじゃない。はい、まあできないことはないぐらいの程度に私はできるんですけど、結局本番見たらあの先生の手になってたね。あ、先生の手になってた。自分の手だもん、分かるもん。あ、そうですよね。先生の手だと思って、先生の錦糸卵になってた先生の錦糸卵、もうやっぱり私のは使えなかったんじゃないみたいないや、でもあの先生のあのイワシを手開きするスピードとか、やっぱり違いますよね。そりゃプロはやっぱりですよね。やっぱりですよ、やっぱり全然違う。いくらね早いって言っても素人なんだよね、やっぱり。いやあれは本当すごいなって思いました。いや素晴らしかったです、あれは。一曲ここであの緑子さんからのリクエストをおかけしようと思うんですけれども、はい、普段どんな曲をお聴きになるんですか。私ね、昔ね、本当に昔って言うんだけど、よくいろんなものを聴いてたんですけど、この頃本当になんかラジオをずっとかけっぱなしで、ラジオから流れてる曲を聴いたりすることが多くなって、これっていうのであんまり聴かなくなっちゃったんですよ、これ寂しいことに。ただウォーキングするときにもう iPod にいっぱい入れてて、いろんなものが入ってます。ドリカムとかユズとか。あ、邦楽も洋楽も。はい、もうほんとジャズも入ってるし、エレファントカシマシとかも入ってるし、いろいろ入ってるんだけど、一番聴くのはヒーリングの音楽、あのアンドレ・ギャニオンとかピアノ曲が好きで聴きながらウォーキングしたりそうします。緑子さん毎年ライブをやってらっしゃる
ってお聞きしたんですけど、はい、あの昨年は12月26日に行われたと伺ったんですけれども、はい、お一人で、いえ俳優の大谷亮介さんっていう俳優さんと、はい、あとバンドのメンバーとね、6人ぐらいで、そのちょっとね間抜けなライブなんですけど面白いんですよ。あのドリー&タニーって言って、私緑子なんでドリーって言って、で、はい、大谷さんはタニーっていうね、ドリー&タニーって言ってロサンゼルスの売れない歌手が日本にこう来日してジャズを大阪弁で歌うっていう、そういう枠があって、でギター弾いてる人があのラジオとかいろんな演出やったりとか構成やってる人なんです、すごい面白いあの構成書いてくれて、はい、それちょっとしたショーになってるっていうのや、あ、じゃあ歌とそしてお芝居と小芝居ね、小芝居の方ね。いやでも、はい、毎年だいたい年末あたりなんですか、ね、10月秋から年末にかけて のどこかで新宿のサムデイでやったり赤坂でやったりとか、それで、今リクエストの曲は、はい、You'd be so nice to come home to っていうやつ、歌わないとダメが言えないの。わかりました、なんだっけ、ヘレン・メリルさん、いや、あ、間違った、リクエストしたい曲間違えました。フライミートゥーザムーンをしたかったんだ。どなたバージョンとかってありますか。それはね、ジュリー・ロンドンかな。この曲を選ばれたのは、それがあのドリタニのライブで、うん、その歌ってる中の曲の一つなんですけど、これを関西弁で、あのフライミートゥーザムーンっていう歌なんですけど、はい、フライモンなんやもんっていうのが題名なんですよ。フライモンが好きで食べてるうちにどんどん太っていくっていう、そういう歌の。フライモンなやもん、あえにおい油臭い、カロリー高いのがつらいついてが出ますっていう、そういう、それをジャズ風に歌うっていう。いやちょっと2014年のライブはぜひ行きたい。じゃあというわけで、じゃあ緑子さんからせっかくなので曲の紹介お願いします、はい、ジュリー・ロンドンさんの、Fly Me to the Moon、 アンのエニータイムアンダンテ、本日はドラマごちそうさんでいけずな小獣と和江さんを演じていらっしゃる木村みどり子さんをお迎えして、お送りしております、せっかくごちそうさんのこう和江さんとしていらしていただいているので、他の出演者の皆さんの裏話をちょっと2人でしたいなと、いろいろ勝手にぶっちゃけて勝手に語られてるとは思わないだろうね。まず誰からどれだってどれどの方に、ね、メンバーだと、じゃあやっぱりゆうたろうさんじゃないですか。ゆうたろうさん、どうですか、いかがですか。私もう一番もう最初にびっくりしたのは笑い方かな。あ、変な笑い方するよね。フロアの端っこと端っこぐらい離れてても、あ、今ゆうたろうバカ笑いしてるなっていうのが聞こえてくるんですよね。本当よく笑うもんね。だからあれはなんかちょっとお茶目で素敵なんだけど、うん、笑い方ね、なんだろう、引き笑いっていうんですか、全然似てないけど、なんていうのあれ、引き笑いっていうんですかね。なんか本当に腹筋使って笑ってるって感じでしょ。全身で笑ってますよね。あれ不思議だよね。うん、そうです。でもなんかバカも、これね、褒めてるね、うん、けなしたいのにね、けなしたいのに絶対、だって場が明るくなるからみんな楽しそうだもん、ゆうたろの周り、うん、面白い。あの人眉毛も太いし、眉毛もね、うるさい眉毛とかってたまに言われてます。でも傷ついてるのかな、コンプレックスは眉毛って言ってる時あったよ。でも小学校の時のあだ名が眉毛だった。眉毛とゲイで、それもう合わせて眉毛でいいじゃない。ひどい、ゲイとか言ってひどい、もう克服してるだろうけれども、ひどいね、うん、でも特徴あっていいんじゃないですか。だって眉毛で芝居してるの見るもん、よくこう、うん、ピクピクってピクピクって眉毛が動くからもう笑いそうなんだけど、もう笑わせないでくれるって、こんな真面目なところでって思うんだけど。なんか私あのまだ共演始めたばっかりの頃、ごちそうさん始まったばっかりの頃に何度も、うん、ね、眉毛描いてんの、ひどいな、もう言っちゃったに、描いてないよって言われて、つけてんのとか描いてんのとか。眉毛ということで、これから眉毛と呼ばせていただきます。眉毛と、眉毛ひどい。じゃあそのお父さんの近藤正臣さん、かっこいいよね。かっこいいですよね。ちょっとけなしたいけど、かっこよすぎるね。
あのでも意外だったのが辛いもんがダメ。あ、そうなの。っていう。言ってた。なんかあと納豆が、もうダメ。本当。あと酸っぱいものも苦手って言ってました。なんか、ね、大人の味があまりみたいな。お邪魔？ケチャップとかすごい意外だなって。あ、意外。すごいなんか何でもあれ本当なんかそんな感じじゃないねイメージじゃないね。なんか納豆にもうんちくありそうなのね、なんかいろいろ。なんか近藤さん私ね初めて会った時ね。はい。最初娘の設定じゃない私が、はい、もう初めてよ初めて会った時よ。今回のごちそうさんで初めてお会いした。そうなんです。のなんか顔合わせかなんかあった時にあんたわしの娘役かほんまに娘やねんなとか言うのえって何のことか私分からない。一応台本も木村です私がって言って台本あとで考えたら私が年いってるから俺の娘になんでこんなおばさんがって思ったっていうことで私も鈍感なんだけど、ああと思って。で、よく考えたらね、うちの父親と二つぐらいしか変わらないんですよ。あ、そうなんですか。近藤さんは若く見えすぎるのと、私が年寄って見えすぎるのとで、なんか世間的にはちょっとおかしくなことになってるかもしれないんですけど。実際にはあり得る年齢なんですよね。近藤さん、本当に食べますよ、近藤さんって。言い返したいけど、言えないままです。はい。そしてじゃあ、宮崎美子さん、おしずさん。はい。ですよね。優しい。うん、宮崎さんは本当に優しいね。どう？宮崎さんおしずさんなのか宮崎さんなのかっていう時が、うん、だんだんこう、うん、最初は結構なんかあ宮崎さんなんかこうじゃんけんとかに誘ったら申し訳ないかなみたいなじゃんけんゲームじゃんけんゲームとかやりはるん違います？いやでもすごい気さくに実は乗っかってくださる人だし、うん、ボケたら突っ込んでくださるように、うん、そう最近突っ込んでしょ。あんちゃんにも突っ込んだりしてるでしょ。そうなんですよ、ね、あほんま困るわとか言って結構私が夜遅くなってくるとテンションおかしくなってきちゃってそういう時に疲れてくるとねもうええわみーちゃん関西弁やん。そうなんですよ突っ込む時結構、ね、おしずさんモードになって、ね、みんなの言いたいことを言ってくれる今何待ちなんって言ってくれる優しく割とねシビアなことをピチッと言ってくれるから気持ちいいよね。気持ちいいですね。ああいうのを私本当に手本にしたいと思ってずっとお芝居やってる時に人に嫌な気持ちをさせなくて、ちゃんと伝わるっていううまいこと現場にいてはるわって当たり前やけどねそんな長いことをずっと一線でやってきてはる人やからと思うんですけど私なんかすぐにもうちょっと今のなんでこんなになったのってこう素直に言うてるんだけどそれがちょっとあれ今一瞬怖がられたっていうちょっとドキッとさせる時があってああダメダメって思う時ありますけど。おしずはそこは笑顔で言ってなんか感じがいいし優しいしなんかこう和ましてくれるっていうか私なんかちょっとしばらく一回出番がこう終わってまた猫の間出た時の間にこう一月ぐらい空いてて、はい、でその次に行った時にもうおしずがパーッと聞いてくれて宮崎さんがもう待ってたもう寂しかったとかって言われてもう本当泣きそうになるぐらい嬉しくて優しいなこの中しばらく空いてパッと入る時の人の不安の感じを多分知ってるんやなっていう、その優しさが大丈夫大丈夫って待ってたよっていう迎え方をしてくれたあの笑顔が忘れられない。もう優しいわと思って。ね、私服の宮崎さんすごい可愛らしくないですか。可愛い。なんか水玉のワンピースとか着てらっしゃって、帽子かなんか持って、でリハーサルの時宮崎さんの座ってるとこの机見たらくまモンの消しゴム使ってたんですよ。かわいい。熊本だから。熊本の出身だから。そっかそっか。率先して。わあすごいと思ってなんかやっぱり可愛らしい趣味の部分がすごい素敵だな。かわいいもん。そして最後にまあ末っ子というかのりこちゃん。はい。高畑充希ちゃんなんですけれども、緑子さんと飲み友達みたいなこと聞いたんですけど、そうなんですよ。緑子のことはもうノーコメントにさせてもらいます。ちょっと、もうここでぶっちゃけて、あんなんじゃありませんみたいな。いやどうなんですか、紀子さん。あの人、ちょっと外人っぽいっていうか、どう外人よく知ってるあんちゃんに。なんか、外人さんみたいにもう本当に誰とでも、もうびっくりするぐらい出し言葉で、最初からよ。ねえねえねえみたいな。そうするとすごいなんか楽になって、ストンって入って、ね。そう、でも本当にフレンドリーになんかこう付き合えるから、こう遠慮もせずに済むし、
ね、向こうも気遣わないから気遣わないって、まあ、気遣ってくれてるんやけど気遣ってないように見せかけるのが上手って、うんうん、上手ですよね。うまい。まあ、のりこちゃん結構おとなしい役なんですけど、本人はもう結構快活な感じですよね。そう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 、ちょっとちっちゃなおっちゃんですからね。ちっちゃなおっちゃん。もう最近一番突っ込んでくれてますね。めいちゃんも、もうええわ、もう、もういこ次、はいはい、みたいな感じで。さっぱりしてるもんね、あの人。面白いわ。まあでも、どうなっていくのか、本当に。ねえ、楽しみですね。うん、では、ここで一曲、やっぱりこの曲ですよね。ごちそうさんの主題歌かけたいと思います。みどりこさん、ゆずのお二人も、日本放送で、番組持ってらっしゃって、あの中でもなんかこうごちそうさんも見てくださって、ラジオの中でも触れてくださってるらしいんですけれども、嬉しいです、ね。まあ、せっかくなのでこの場でゆずのお二人に何か一言お願いします。あの毎日本当にあのお二人の声を聞いて癒されてます。あのウォーキングする時も、あの友っていう曲ね、あのゆずさんにいただいたんですけど、あれなんかこの空がある限り、この歌がある限り、みんな一緒だねっていうメッセージがね、私すごい好きで泣きそうになります。はい、ありがとうございます。ゆずさん、また今度呼んでくださいよ。私たちよろしくお願いします。お願いします。じゃあこちらかけ、そろそろみどりこさんとはお別れの時間です。そういえばみどりこさんのこう現場でのぶっちゃけ話であんまりしてなかったなということで、スタッフからぜひあのしてほしいと言われたんですけれども、うん、ぶっちゃけ話、ぶっちゃけ話何があったかなっていうので、うん、みどりこさんのなんかメールの文体がすごいなんか独特で、になんかすごいいつも癒されてるんですよ。私ね、時々それ、時々というか結構言われて、あの普段友達とかもしたら、なんか何変変っていうか、なんだろう、あの言われる、何それ、すごく交互体となのか、まあ、点とか丸っていうよりも点が多いような、なんか、うん、あ、そう、でも喋ってるのがそのまま文章になってるみたいな感じで、あ、みどりこさんが喋ってるみたいな感じで、あ、そっか、なんとかして点はほなまたなみたいな感じで伝えたいことがよくわからないみたいな。いやいやいや、なんかそれがすごいほっこりするんですよ。本当ですか、うん、いや嬉しい。なんかよくメールと話してる言葉が違う人が多いんですけど、私もそうなんですけど、それがなんか一緒だからすごい、あ、そう、うん、でも今なんかそういうツールのほら Facebook だらなんたらってあるじゃない、はい、ああいうのって話し言葉でやり合ったりするもんなんだよね、多分。あ、そうなんですか。分かんない、分かんない、分かんない、分かんない。あの、あれって本当にもうね、分かんないんでね、あの使い方、メールの。メール怖いなと思う時もあるし、使い方難しいよね。まあ、今、ごちそうさんラインが。あ、そう、ラインみんなでね。それこそあんちゃんの方が私、ほっとしてるわ、いつも。いろんな、なんか写真あげてくれるし、楽しい。あ、今こんなことが現場で起こってんだなって、いなくても、あれで繋がれるとかいいね。ありがとう、いつも楽しませてくれて。これからも。優しいね。よろしくお願いします。本当に優しさに癒されてるよ。そういうところ。アクサ生命、アンダンテにも癒されてるよ、この方。ありがとうございます。聞いていただいて。本当に素敵な声で。いや、嬉しいです。いやでも本当にちょっとなんかあっという間に時間が過ぎてしまったんですけれども、そろそろお別れの時間ということで、本日なんか初めてこうやってラジオでご一緒できたんですけれども、いかがでしたでしょうか。楽しかった、ありがとうございます。お招きいただいてちょっと光栄です。いや、こちらこそ光栄でした。すごい楽しかった。なんかなんかこんなにゆっくり落ち着いて喋られるっていうのはなかなか、はい、まあ番組だからちょっと緊張してるんだけど、今度お酒を交えてぜひ、ね、乱れるよ、乱れましょう、もうとことんぶっちゃけるとことんぶっちゃけましょう、そこではもうじゃあその時にのりこの話させてもらうもうのりこも呼んでもういろいろやりましょう。ほんと楽しくやりましょう。はい、じゃあ最後にあのみどりこさんから皆さんへメッセージ一言いただければと思います。はい、ごちそうさん、これからもめくるめく展開になっていきますね。はい、激しいもんね、展開が。そうですね、本当に面白いことにどんどんなっていきます。そしてめいこさんが何歳かな、今39歳で、それからもうちょっと年取るね。はい、とっても大人の色っぽい女にどんどんなっていきますので、一緒に、私も出てない時は一緒に見てますので、はい、一緒に皆さん癒されてみましょう。ごちそうさん、よろしくお願いします。お願いします。ごちそうさんでは、あのみどりこさんというか風さん、うん、来週また再々登場といいますか、まあ、満を持して
変わっているのかそのままなのかっていうのがちょっと気になるんですけれども何なんでしょうかね。はい、ごちそうさん以外では現在ドラマが、はい、今フジテレビでイリュー4がオンエア中でございます。こちらも皆さんぜひチェックしていただければと思います。お願いします。本日のゲスト木村みどり子さんでした。本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。